おにわせよ、シーズンプリン将軍エモニだ。今日はね、ちょっとネットで、コロナウイルスについていろいろね、調べていたらちょっと面白いね、記事を、見つけたので、皆さんに紹介するにだ。まあなんかね、ネットでコロナウイルスについて調べていたら、さまざまな感染の仕方についてちょっと調べてたのよ。で調べてて、ね、ほらいろいろ Q&A、こういう時は感染しますかとか、これは大丈夫ですかとか、そう、それに対してアンサーがこう答えてる感じの、ページで、ね、ちょっと面白かった質問が、ネットワークから、ウイルスに感染しますかって書いてあって、最初、って思ったんだけど、ね、だから、例えば、Wi-Fi とかで買うね。Wi-Fi とかで感染しますかって話でしょ、これね。いや、そんな、いや、わからん、おじいちゃん、おばあちゃん思うのかな。ねえ、これ電波に乗って、ウイルスが、ねえ、ケアせんやろうかいとかさ、思うのかな、わかんないけど。まあ、それに対するアンサーがさ、ネットワークからウイルスには感染しません。ってね、まあ、その当然なんだけど。説明があってね、ちょっと笑ってしまったな、っていう話だったんだけど。まあね、ウイルスは、ラジオ、携帯などの、ネットワークに、乗って移動はしませんとね、くしゃみなどの飛沫とか、あと目や口、鼻をね、触ることによって感染はするというふうにね、説明が書いてあったみたい。まあ、ネットからね、感染する、確かにコンピューターウイルスとかはね、あるけどね、さすがにこういうウイルスはね、感染しないでしょってね、ちょっとね、これ笑っちゃったんでね、ちょっとみんなにね、報告したいなって。はい、思ったりだ。ただね、ちょっと一つ思ったのが、ほら、未来ではさ、ね、生物兵器でさ、ね、ネットを介してなんか生物兵器が、とかってことはやっぱね、あり得るわけじゃん。例えばほら、なんかそういうネットで音飛ばして、その音聞いたらやばくなるとか、なんか映像飛ばして、その映像見たらやばくなるとかさ、多分そういうこともね、今後ね、あり得る可能性は、そう、全然、あるなと思ったんで、今後そのネットとか、ね、ネットワークっていうのがこうウイルスをさ、こう媒介してしまうようなこともね、確かにね、先々はあるのかなっていうふうにね、思ったんでね、あんな感じでね、バカにだけはしてられないなと、そう、ちょっと思ったんですけど、ちょっと笑っちゃったんで、ちょっとね、皆さんにも共有したいなと思って、動画撮りました。皆さんはこのことについてどう思いますか？よかったらコメントを残してください。はい。以上、プリン将軍でした。将軍 TV 満席。チャンネル登録しないと少数にだよ。あ、よくコメントで口臭いとかあるけど、ネットで講習は飛ばないからな。な、飛ばないからな、ネットで講習は。お前言ってるようなこと同じようなことだからな。ご視聴、カムサハムニダー。